カロリーネと一人娘のマリー、1840年頃、晩年のカロリーネ、1876年、カロリーネエリーザベト・フュルスティンツー、ザインビトゲンシュタイン・ベルレブルク・ルートビヒスブルクは、帝政ロシアのドイツ系、上級貴族ザインビトゲンシュタイン・ルートビヒスブルク家の、講子、ニコラウスの妻。結婚前の生命は、カロリーナ・エルジュビエタイバノフスカといった。作曲家、 フランツリストの修正の伴侶として知られる。裕福なポーランド人貴族のピョトルイ・バノフスキとその妻パウリーナ、ポドフスカの間の娘としてガリツヤのモナステジスカに生まれた。両親によって厳格なカトリック教育を受け、想像力豊かだが強情な性格に育った。幼い頃から多くの書物を読み、若い頃から格好たる考え方の持ち主だった。 12人もの家庭教師が入れ替わり立ち替わり、カロリーネを従順な娘に変えようとしたが、無駄だった。1836年4月26日に、ボロニンツェにおいて、ザインビトゲンシュタインルートビヒスブルク家の講師、ニコラウスと結婚した。ニコラウスは、ドイツ出身のロシアン元帥、ピョートルビトゲンシュテイン公爵の末息子で、当時は、キエフ県知事の副官として、 ウクライナ地方に赴任していた。カロリーネは両縁を望む父親の願いを聞き入れて、この結婚に踏み切った。しかし夫妻は結婚後一年で別居し、カロリーネは相続した南ウクライナのボロニンツェの所領に引きこもった。彼女はこの地でひたすら知的、宗教的関心を慰める生活を送り、文学や哲学を研究し、そして所領の経営に専念した。 カロリーネと夫ニコラウスとの結婚生活は初めからうまくいかなかった。もともと性格的にソリが合わなかった上、カロリーネが極めて教養深く音楽的な関心を有している一方で、ニコラウスはそうした知性や趣味を持ち合わせなかった。しかし田舎の孤独な生活はカロリーネの社交生活への欲求を満たすことはできなかった。カロリーネは1847年、 キエフのチャリティコンサートで作曲家、フランツ・リストと知り合った。カロリーネは、リストの音楽的才能に深く感激し、リストのダンテ公共曲の劇場演奏の実現についての計画に、人脈的にも、経済的にも支援を惜しまないことを約束した。この交流を通じて二人はだんだんと親密になっていった。リストが二度ほどボロニンチェを訪問した後に、 キエフを去ると、カロリーネは、自身の所領を100ルーブルで売りに出し、1848年4月に、一人娘を連れて大荒わでロシアを出国し、フェリックス・フォン・リヒノフスキー公爵の所領に、滞在していたリストの元に走った。二人は、この一連の流れの間に、男女の関係になった。リストはこの時、マリーダグー白爵夫人との関係を、清算したばかりだったが、 自分を追ってきた公爵夫人、カロリーネの愛に報いた。二人はそのままリストが宮廷学長として昇平されていたザクセン、大公国の首都バイマルに移住した。バイマル郊外のアルテンブルクでの13年間の同居生活の間、カロリーネはリストをあらゆる面で援助し、支え続けた。カロリーネのリストに対する影響力の大きさに関しては、 歴史家たちの間で議論が続いている。一説によれば、リストが発表したフレデリック・ショパンの伝記の本当の著者はカロリーネだったと言われる。確実なのは、カロリーネがリストの数多くの作曲にインスピレーションを与えたこと、そして新たな生き方の方向性を指し示したことである。それ以前のリストは、サスライの旅を続け、多くの女性とのジョージを楽しみ、 勤勉な作曲家というよりは魔人メータ巨匠という趣きであったが、カロリーネに出会ってからは、明晰な考え方をする気真面目な仕事人間に変貌した。日曜日ごとに行われるマチネでは、リストはカロリーネの呼んだ芸術家たちと親しく交流した。リストはリハルトワーグナーやエクトル・ベルリオーズとの演奏を楽しんだ。カロリーネはベルリオーズとは特に仲が良く、 ベルリオーズは公爵夫人にトロイアの人々を検定したと言われる。カロリーネ・トリストは芸術愛好家でヨーロッパ全土に大きな影響力のあるザクセン大公未亡人マリア・パブロブナの講演を受けていたにもかかわらず、その内縁関係のために人々から嫌われていた。正式な婚姻関係にない男女関係は当時の社会では異常とみなされており、そのため二人は 実際の結婚を急いだ。ロシアに住んでいた夫のニコラウスは最初は離婚を拒んだものの、経済的に苦しくなると、財産分与を当て込んで離婚に乗り気になった。カロリーネとニコラウスは1855年、プロテスタント及び正教会の教会法に則っ,って、四国円満に離婚した。ニコラウスは2年後の1857年に再婚している。 カロリーネとニコラウスの間の一人娘であったマーリーは生まれてからずっと母親の手元におり母に連れられてリストと一緒に暮らしていた。マリーは1859年にホ法ンド・エシリングスフィルスト家の講師コンスタンティンと結婚した。双方とも新人部会カトリック信徒だったカロリーネとリストは結婚のためのすべての障害を生産すべく最後にカロリーネの結婚について 教皇庁から婚姻の無効を宣言してもらうことにした。カロリーネは1860年5月にローマに行き、翌1861年9月24日に婚姻無効を成立させた。カロリーネはすぐにローマ市内のサントカルロアルコルソ教会で結婚の準備を始め、リストの50歳の誕生日である1861年10月22日に婚礼をあげようとした。 リストも1861年秋には、バイマルからローマへやってきていた。ところが、最後の最後になって、リストと縁続きになるのを嫌った、ザインビトゲンシュタイン公爵家が、この結婚任意を申し立てたため、教皇ピウス旧姓が、婚姻無効の差し戻しを言い渡し、こうして結婚話は水泡に返した。ザインビトゲンシュタイン公爵家は、移民の外国人を結局認めなかったのである。 結婚計画の挫折により、二人の仲は急速に冷却していった。カロリーネの心は神秘主義へと傾倒していき、一方で恒例に差し掛かったリストの方も1865年、下級聖職者として除解を受けた。下級聖職者の除解は純血の誓いを必要としなかったが、リストとカロリーネは二度と同金することはなかった。カロリーネはローマのバブイーノ通りにある邸宅で、 彼女の死後に発表されることになる著作を執筆しつつ、神学的な研究や宗教的な鍛錬に余生を捧げた。リストとは1886年に死別するまで手紙でのやりとりがあった。リストの死の翌年の1887年にローマで死去し、同市内のカンポさんとテイウトニコに葬られた。ありがとうございます。